中国シノファーム製のワクチン接種率4%バイデン氏中共は最も重大な競合国習近平アメリカは最大の脅威中共から指名手配19歳の中国人青年中共と対峙38か国のファールンゴン学習者迫害機関名簿を各国政府に提出イギリス冷戦後の最重要報告 バイデン氏の独り言およそ10分就任後一度も記者会見を主催しないバイデン大統領中共、中国共産党当局の関係メディアは4日全国人民代表大会の代表である中国国約集団のウセイメ明統事長がインタビューで語った内容を報じました 呂氏は5000人以上の両会の代表が全員中国国薬集団シノファーム製のワクチンを接種したと述べ、これは中国国薬のワクチンに対する高い信頼度を反映していると付け加えました。しかし、この言い方は疑問視されています。中国では2月末までに中共ウイルスワクチンの接種は5200万回以上に至ったと報じられていますが、 中国の人口を14億として計算すれば4%も満たしていません。チャハル学会国際予剰研究センターのシ新秘書長はフィナンシャルタイムズの中国語サイトに掲載された記事の中で中国でのワクチン接種率4%は大変低いとし、知識があり経験がある人ほど接種しようとしない人が多いと述べ、人々がワクチンに対して疑問を抱いていることを示しました。 一方、香港では、中共の中国産ワクチンを接種した後、香港人が2人死亡しています。3月5日には、中国産ワクチンを接種していた83歳という高齢の当健華氏が、全国人民代表大会の会議後に席を離れようとした際、急に倒れました。60歳以上の年齢で接種した場合の副作用ではないかと懸念されています。 なぜなら中国産ワクチンの説明書にはしばらく60歳以上の高齢者には推奨しないと書かれているからです。香港でのワクチン接種後の副作用を参考にすると高齢者が多い5000人余りの人民代表大会代表が全員国産ワクチンを接種して安全で無事だと言って誰が信じるというのかと疑問を呈する人もいます。次のニュースです。 バイデン氏は中共はアメリカにとって最大の危険であるという現実を避け、中共をアメリカの最も重大な強合国と定義し、アメリカの利益にかなう場合は北京と協力しようとしています。しかし最近、中共政府関係者は習近平が非公式の場所でアメリカを最大の危険として挙げていたことを明らかにしました。中共記念圏委員会宣伝部が運営する記念ニュースサイトは、 2月25日、中共第19期中央委員会第5回全体会議、五中全会を学び、貫徹するという県の政府関係者向けのシンポジウムでの県委員会初期、下品のスピーチを掲載しました。下品は、自分は習近平総書記の重要な講話と五中全会の精神をそのまま、一時一句違わず勉強したと述べ、国際情勢について語る際、習近平は、 東方が今決起し西方は今衰退し、てていいるととの政治的判断を下したと述べていますヒンはまた中国・アメリカの戦略的駆け引きについて語る際に習近平は現在、世界の混乱の最大の源はアメリカだアメリカは我が国の発展と安全にとって最大の脅威だなどの重要な判断を下したと述べました。 次のニュースです。ヨーロッパ在住の19歳の中国人青年、王聖祐氏が今、中共と対峙しています。王氏は、中印衝突での中国軍の死傷者数に疑問を呈したところ、中共に指名手配され、両親をも巻き込んでしまいました。王氏は現在、世界的な抗議活動を計画しており、その第一歩は、ジュネーブの国連本部で中共の陶器を燃やすことです。 3月4日希望の声の記者が王氏に連絡を取ったところ彼はジュネーブの国連本部に到着したばかりでした王氏は翌日現地の政府部門を訪れこの特定の国際組織の外で中共政府に対して合法的な抗議ができるかどうかを確認すると言いました彼は参加予定者は23人で十分な計画をしたとし まず横断幕を掲げそれから法律で認められれば中共の陶器にインクを引っ掛けるか燃やすかどちらかにするといいますまた今後2ヶ月近くの間に世界的な抗議活動を行うとし世界中のすべての安全な国々に訪れこれらの国の中共大使館の入り口で抗議しそれらのビデオを制作して中国国内にも送ると述べました 彼は限られた時間と限られた資金を反共活動に費やし、より多くの中国人が目覚めるようにしたいと述べました。彼はあえて中共と対峙したのは、一方では自分が比較的勇気のある人だからであり、さらに重要なのは中国にいる両親からの支持と励ましだと言いました。彼の父親は事件発生後の通話で彼に、必ず検事しなさいと伝えたと言います。次のニュースです。 最近38カ国のファールンゴン学習者は中国の610弁公室の名簿を各国政府に提出し法律に基づいてこれらの人権迫害者とその家族の入国を禁止し資産を凍結するよう要求しましたこの名簿はまだ不完全ですが全国各級の610弁公室員9300人が含まれています2020年12月まで 党派を超えて35の国と地域の900人以上の議員や元議員が共同声明に署名し中共にファールンゴンに対する組織的で野蛮な迫害を直ちに停止することを要求しファールンゴン学習者が21年間中共の暴政に対して平和的かつ理性的に抵抗してきたことを称賛しました次のニュースです イギリスではこのほど中共への強力な反撃が準備されるようです。台湾メディア自由時報によると、イギリスは3月16日に統合レビュー、インテグレイテッドレビューと呼ばれる大規模な報告書を発表する予定です。同報告書では EU 離脱時の国家基本方針の表明や、イギリスのインド太平洋地域への復帰、 および民主連盟を確立し、中共の脅威への抑止と均衡を取ることに言及しています。イギリスのボリス・ジョンソン首相はこの報告書を、冷戦終結以来、イギリスの外交、国防、国家安全保障、発展政策に関する最大規模の評価報告と表しました。イギリス政府内部文書によると、報告書には中国、中共がもたらすシステム的な挑戦、 システミックチャレンジをよりよく分析し対応するためにイギリス政府は特にサイバーセキュリティの分野において中国、中共への対抗力を向上するための投資に力を入れると指摘しましたイギリスはまたより高いレベルのインド太平洋問題に関与し定期的に海外に軍事力を派遣し国防の脅威に対する監視、威嚇、反撃能力を高めます 一例として空母 HMS クイーン・エリザベス R08 を太平洋さらには中国が領海だと主張する南シナ海に配備します最後はバイデン大統領です最近目に正気のないバイデン大統領は独り言を10分間つぶやき米メディアは再び同士の認知症に注目を集めていますアメリカ保守派メディアゲイトウェイ・パンディットは土曜日に共和党の支持を得ていない状況か 民主党が1兆9000億ドル約206兆円の疫病救済法案を通過したと報じていますバイデン大統領は民主党のシューマー上院院内総務は上院でマラソン式の連続投票で硬着した状態を打破するのを手助けしたとし称賛しました同時にバイデン大統領は目に性気がない様子でブツブツと10分ほどしゃべり続けた後足を引きずってステージを後にしました このようなバイデン大統領の様子を受け、ホワイトハウスの元首席戦略官スティーブン・バノン氏の番組、作戦室、The Warroom において、作家のマイク・マコーマック氏と、米メディア、ナショナル・パルス編集長のラヒーム・カッサム氏が討論時に、バイデン大統領からハリス副大統領への権力移行の時期に来ていると言及しました。バノン氏は、バイデン大統領はどこかおかしくて、目はすでに死んでいると言いました。 またハリス副大統領は前副大統領よりもはるかに大きな役割を果たしているが左翼メディアがそれを隠蔽していると指摘しました実際バイデン大統領が就任してから50日近く経過していますがまだ記者会見を行っておらずアメリカ史上初となります3月5日ホワイトハウスのジェンサキ報道官は就任45日目のバイデン氏がなぜ記者会見を主催しないかについて記者団に迫られました 佐紀報道官は一時しのぎするかのように彼は昨日2つの質問を受けたホワイトハウスを取材している人たちにとってはどんな日でも何が起きているのかを彼に尋ねることができる機会だと質問の答えにならない返答をしました記者団に続けて質問されたサ氏は